イエイ。もっちでございまーす。皆さん、何してますか？イエイイエイ。いや、本当にね、ついにやってまいりました。2020年12月の24日。今日はクリスマスイブだもっち。イエイイエイ。はい、というわけで、よっ、桃三昧、桃もちみねみだもっち。はい、なんとですね、エプロンするからなんかよく分かんなくなっちゃうんだけど、今日よいしょ、クリスマスツリー風ドレスなんだけれども、ちょうどなんか赤いエプロンがサンタさんっぽくもなってしまい、なんだかなっていう感じなんだけど、ちょっと結構ね、ケープとなんかね、ワンピースのクリスマスのよいしょドレスなんだけれど、エプロンのおかげでね、なんかこれはこれでクリスマスっぽくもありかなと思って料理するのになんでこんなモフモフつけてんのって感じではあるんですが、よいしょもちもち、あ、ね、ここ猫さん、はにゃまるさんはい、ありがとうございます。さくらちゃん、S714023、アードアドジルミンタンブーディーアルトーさん、お、インドネシアからスルマッパにスラマッサレモッチー、ありがとうございます。お、コウジさんもいらっしゃい、モッチー、ありがとうございます。ちょっと待ってね、モニターこっちに置いちゃったから、よいしょ、モニターをこっちに置きたいね。でもちょっと料理するスペースが、ちょっと一旦ここに置いてみよう。あ、ありがとうございます。はにがまるさんからスーパーチャットありがとう、もっちー、メリークリスマス、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、はあ、オッケーオッケーだ、もっちー、もっちさんとさんプレゼントをください。素敵な時間をあなたにプレゼントするもっちよ。はい、ありがとうございますはい、ねえ、もう12月、あと1週間ですよ。残りワンウィーク、ワンウィークです。あ、関係ない、紹興酒いやー、ドドーン、チキン、イエス、チキン、はい、こちらケチャップマニース、なぜもインドネシアのね、調味料をいろいろと持ってるんですけどね。こっち、これはサンバル、ペダス、ペダス、辛い餅、辛い餅なんですかね。こちらもサンバル、ペダスとかね、なんかいろんな調味料をね、こう使って、今日はあのインドネシア風なんだっけローストチキンをね、作ろうと思っているもちなんですよ。なぜかタイのチリソースもございます。なんかね、あんまり辛うで以外そんなになんか鶏料理あんまり鶏のそういうローストチキンとか、前配信で作ったっけ記憶がねもちなんですけど、ちょっとね、なので、まあ、ジンジャーでしょ、ジンジャー、生姜でしょ、ね、なんだっけこれね、ニンニクは、ね、あ、バワンプティ、バワンプティ、バワンプティ、ニンニク、ガーリック、バワンプティでしょ、生姜、ジャーヘイ、ジャーヘイ、ジャーヘイね、レモングラス、レモングラスなんだっけカンペがあります。レモングラスはサライ、サライ、サライ、レモングラスでしょ。インドネシア語を交えております。これもガーリックね。はい、ガーリックは、ガーリックはバワンプティ、バワンプティね、これもバワンプティでしょ。あとはこれなんだ、ク
はナッツメグでございます。などといった調味料を駆使して、なんとなくインドネシアっぽいね、ローストチキンができたらいいなと思って、もっちがね大好きな、チンタンジャワカフェっていうインドネシア料理屋さんがね、秋葉原と平塚と、横浜の館内とか、もう1店舗どこだったかだっけ、何か所かにあるんだけど、そこのローストチキンが絶品なもちなんですよね。ちょっとその味に近づけられたらいいなとか思ってるんですけどワクワク実は本日仕事納め、すごい、そうなの、まだ木曜日だよ今日は。そうなのおー、クーニョイタムリック、ありがとうプラスエクサイキさん、ありがとう。もっちねえ、ハニヤマルさんお疲れ様でした。そうか、ちょっと一足早い仕事納めだったのね。ブライアンさん、もっちはナイスコスチューム、ありがとう。もっち、はい、あーちゃん、福田さん間に合ったのね、お疲れ様です。現金は差し上げまーす。はい、ありがとうございますありがとうね、メリーもっちはありがとうございます。嬉しいねモフモフあったら汚れるよ。そうなんだけどね、まあどうせほら洗うしさ燃えない限りいいかなと思って、ほらアイレジだし、うちはそうだからか、あの炎はノットファイヤーだからノープロブレムモッチなんですよ、きっとね。そう、うち、そうだ、先に言うとこう IH なんですけど、うちの IH 壊れてます。あの30秒したら消えるっていう謎のシステムがね、あの作動しておりまして30秒しか使えない IH なので、あの急遽ね、この卓上 IH コンロを使ってやっていきたいと思いますね。え、本当にクリスマスイブですよ。よいしょ。インドネシアチキンかなり時間かかる。まああの自己流のいつも通りあの自己流の感じでね、ローストチキンね、ハンストチキン、ハンガーストライクチキン、ね、ありがとうございます。もうあなたがどれだけ楽しい料理をするのか楽しみです、ありがとう。もっち、魚用グリルで焼くといい。あ、確かに。あ、でもここ掃除してなかったかもしれない。ちょっと待って、この間鮭を焼いて掃除してる。あ、いけるやん。あれやん、惜しいこと聞いたけど、チキンなの？マジで？でもあの魚焼きグリルに入れちゃったらみんなが見れないよ。できてるところ。いいか、別に。まあというわけでですね、早速メリークリスマスローストチキンインドネシア風を作ろうと思います。よろしくお待ちです。はい。今日でもねクリスマスの感じにしては割と。あったかい、あったかい感じだったんじゃないかなと思うんですけどね。皆さんの地域はどうでしょうか。ホワイトクリスマスのね気配はもう毛頭ないような感じではありましたが、わー、ちょっとね早いところ、あの換気扇の掃除をしないと、なんか換気扇から油が漏れてきてて、まっですよね、これやばいな何の油これ、怖っ、謎の油が垂れてた。いやー、オイリー、ちょっと待って、出ちゃい、ちょっと早速洗わないといけないんじゃないこれ、よいしょ。ねえ、でも本当に風邪流行ってて、もっちもさ、この間風邪ひいてコロナの検査とかもねしてきたんだけどさ、お熱出たから、おもちゃただの風邪ですって言われたんだけど、もう大丈夫ですか皆さんの周りはね、本当にね。いや、飲食店してる人とかもせっかくの書き入れ時大変だろうなと思う。おもちだよね、
しいご飯とかね、みんな食べに行ってこう経済回しも良しとは思うんだけどね、なかなか。どうしよう、ちょっとこれ食って、はい、洗った洗いまして、の拭きましての、ここでね、チキンをちょっと調理していこうと思います。よいしょよいしょ、そうそうよいしょ、ちょっと見づらいね、ごめんね、いろんなもんが、これも外しておこう、よいしょ、もちもち、あ、映ってないとこが結構ね、ごちゃごちゃして、早く大掃除しなくちゃと思ってるんだけど、よいしょ、いいかな、これもちょっとアルコールでございます、シュッシュ、はい、オッケーだ。というわけでチキンをね、早速よ、国産わかる桜姫、ね、よいしょ、いやあドゥーン、いやでかくない、おうちの顔と比べて、ほらうちの顔の方が全然大きいけど、はい、わあ、なんか肉って感じ、はい、どうしよう、もう一個たくさんになっちゃうから2個にしとこっか、なんか焼けないよね、時間かかるから2つにします。こちらは、後日食べます、しまっとこ、よいしょ、とりあえず冷凍しとこう、全然見てないけど、結構ね、早い時間でね、8時までだったりとかするみたいだから、ちょっとね、ちょっとここ数日でどっかで見に行けたらいいなとか思うんだけど、どこも8時終わりとか多いのかな、場所によるんだろうね、きっとね。なんかみんな今日何食べたの？なんかね、ローストチキンもなんかいろんな調理方法がねあるみたいだからね、まああのまあもっちのやることなので、またこいついつもの感じでやってんなと思って、あの多めに見てくださいね、よろしくお願いしますね、はい、というわけで、さっき見つけたサイトで、よいしょ、ちょっと待ってね、こちらは某料理レシピサイトを拝見しております、ローストチキンの、そう、お肉のね、切れ目を入れよう、そうだ、お肉に切れ目を入れます、どうしよう、平たく、平たい感じに、あの火の通りをね、よくしないといけないかな、ちょっと皮を、いや大丈夫かな、切れ目を入れつつ、なるべく平たくしたいと思います、よいしょ、一回で焼けるのは一個かな、ちょっと無理だよね、これ結構大きいかな、あ、もう一本しまっとけばよかった、切れ目を入れて開いていきます、オープンだチッキン、よいしょ、おいしょ、骨がね結構しっかりあるので、いい感じに平たく、よいしょ、平たくといっても平田拓也さんではありません、よいしょ、はい、こんなもんかな、こんなもんでいいんじゃないかしら、よいしょ、なんとなく平たくなったかな、そうしまして、ちょっと待って、もう一個のチキンはもう
いや、一緒にやっといた方がいいかな。いや、しまっちゃおう。そうしよう。よ、いや、一緒にやろうかな。まあ、いいか。しまっとこう。はい。これは、また明日。どうせ自分しか食べないしね、今日ね。はい。ほんで、ちょっと下映しますね。よいしょ。こんなもんかな。見えてる？よいしょ。こちら、チキンを皮をプツプツやって、よいしょ、味が染みるようにやっていこうと思います。あ、あれ、いろんな意見が。最初に鶏肉を茹でるべきだと思います。でもインドネシアの方の言うこと聞いとこうか。確かに、なんだっけ、外アイアムじゃなくて、インドネシアのあの唐揚げ的なやつは、フライドチキンは、そうだね、一回茹でて揚げてたね。そうか、どうしよう。あれ、もう最初からブレブレなんだけど。確かに前作ったん？インドネシアのフライドチキンだっけ。あれはフライドチキンの時が一回茹でて、今見てるレシピサイトではね、あの茹でないんですよ。おかしいぞ。さあ、初っ端から前途多難ですね、これ。ああ、クリスマスソングを流さないの。パクチーなどありますよ。茹でちゃう。あれ、でもモッチが見てるインドネシアの人が書いてるサイトには茹でるとは書いてないんですよ。どうしようか。ワルンマタハリーっていうお店の人のね、先頭見てるんですけど、あの、初っ端から揚げてるの、この人は。どうしよう、何を信じようか。インドネシアの方の言うこととさくらちゃんの言うことを聞いとこうか。でもね、やっぱり2つ見てるんだけど、どっちもね、茹でるパターンじゃないんだよな。茹でて、揚げて、焼くなの。大変だ。よし、コメントを信じよう。そうしよう、そうしよう。それが一番いい。多分、もっちはね、大体判断を誤る、そういう星のもとに生まれておりますので、わかりました。よし、今からちょっとお湯を沸かしましょう。そうしよう。まあその方がね、結局のところ、よいしょ、結局はあの生煮がないというね、一番安全なパターンだと思います。よっしゃ、しばしお待ちください。よし、そうしよう、そうしよう。はい、今お湯を沸かしておりますよ。少々お待ちください。こんばんは、偽物だ、もっちはねえ、ま、そう、確かにもっちも前チキン作った時一回茹でたよね。はい、茹でますよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫だから。きっといいクリスマスになるもちよ。クリスマスソングね、確かにね、ちょっと待って、なんかなかったかな。
出汁が出そうだから入れちゃおう。そうしよう。うん、レモングラスも入れちゃおう。大丈夫かな。よいしょ、入れとこ。クリスマスっぽい感じ違うかな、この曲。お
んな感じ。はい、スープを取っちゃおう。あ、いい感じのなんかスープができております。はい、すごいニンニクの香りがめっちゃいいんですよ。もうなんで、焼いちゃ、茹でちゃダメ派と茹でたら美味しくなくなる派はやめてください。大丈夫だって、茹でましたでしょ。茹でてあげていい、次多分美味しいと思うんだけどな。頑張ってください、ありがとうもち。おー、BGM これでいい。あさしサンシャインさん、ありがとうございます。あのね、一回ちょっと上げますね。
もはや本当にロースではなくなっているのか。こんな感じで
美味しそうなチキンステーキができました。見て、めっちゃ美味しそうなんですよ、すでに。よいしょー。はい。この油はちょっと、くどそうだから、ペーパーに、沿わせちゃいましょうか。よっ。よっ。揚げだれでございます。あーすごい、粗煮を作ったの知っててくれてる、ありがとうございます。よし、腹のレッツ。あ、めちゃくちゃ油かかる。ケチャップマニスにベジャーヒン、そしてバワンプティ入れております。おいしそう。揚げ油ね、確かに、ね、この間もだったんだけど、なくなっちゃって重たいから買いに行ってないままオリーブオイルしかない状態。よし、ソースを入れます。どういう味になるんだろう。でもちょっとね、天焼きのニンニク、生姜油みたいな感じのニンニクになってます。よし、砂糖醤油っぽい感じかな。やばい、めちゃくちゃ油が飛んでますね、これ。よし。よし。わー、ママー。油がたくさん飛んでるでーす。せせいちゃんの、たらちゃんでーす。よし。たらちゃんが、今日は、ローストチキンを作るでーす。おいしく作るでーす。よし。あれ？ありがとうございます。ゆるけんライスデイです。ありがとうでーす。ふぐたたらおでーす。寝てないですか？すいませんね。よし。これに、お待ちくださいよ。あ、そうだ、コリアンダーをあっちに置いてきちゃった。ですね、コリアンダーと、コリアンダーと、ヘトンバー、ヘトンバー、コリアンダー、ヘトンバーと、こちらレモングラスでございます。レモングラスはサーライ、サーライ、レモングラス、サーライ入れます。よいしょ、流れかなと、ナツメグを少々、ナツメグを少々、ナツメグを少々、ほら、ナツメグ少々。はい、そしてどうしようかな。塩、ガラン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 、でしょ。レモングラスもうちょっと入れる。サーライン、サーラインももうちょっと入れます。大丈夫かな。
ちゃいます。インドネシアの辛い調味料サンバーのタバスコの代わりに入れます。ロロロロ、このぐらいでいいかな。色よしよしよし、ちょっとここまで味見をしていないので大丈夫でしょう。でほら、照り焼きローストチキンって確かにこんな感じだよね。さあいかがなもんでしょうか。これ合ってるかな、本当に。あ、もうできちゃうよ、早くない？そうでもないか。よし。よっしゃ、メリークリスマスだ。いい感じにふつふつと、いい感じにソースが集まってまいりました。でもほら、生姜に醤油、砂糖みたいな、だいたい美味しいよね、もうね。これに最後パクチーとか添えちゃえばもう優勝みたい。 OK、 よし。いや、この手づかみでいこうとしてた。こちらのソースに、ソースにこちらの、あ、危ない、チキンを入れます。いってらっしゃい。どうぞ。オッケー、オッケー。いい感じに味染みてくれたらいいんですけど、あ、ソース多かったね、これどう見ても。今こんな感じ、なんかローストチキンではなくて照り焼きチキンになっているけど、これもこれで1分ほど絡めますって書いてあった。え、美味しそうだよ。でも照り焼きチキンか。ソースは余りますね。明日もう一回作ろう。あ、いい、いいよ、いい感じだよ、仕上がってるよ。
興味を持ってて。BGM と違う歌を歌う。いいぞ。歌を歌って。いいぞ。あ、今、カッパを急いで。カッパを急いで。よいしょ。よいしょ。よし。よし、よし、よし。ささっと水で洗って。
ピンクはどこへ？クリスマスティッキー
なんか緑に緑みたいな。マントの緑と葉っぱの緑が同じだったね。よし実食。あ、いい感じに柔らかいでございます。もう 100% 火が通ってるからね。なんでだって茹でたらね、最初。おいしそうです。わー、どうぞ。はい。おいしそうだね。見て見て、ほら、いい感じの照りもっちだよ、ほら。おいしそう。食べちゃうよ。いただきます。あれ？あれ？ちょっと待って。刺し方間違えた。こうだな。いただきまーす。うん。あ。うん。持ってんな。しっとりかつ皮がパリパリ。うん、なんかちょっとなんだろう、濡れせんべいみたいなパリジュワみたいな。うまっ。食べたことない味。まあ厳密に言うと、そのレシピのソースの材料とも若干ズレがあったので、あとね、一回茹でて焼き揚げしてるから、まあどこにもないレシピのオリジナルチキンができたんじゃないでしょうか。美味しいね。いいじゃん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 、すげえじゃん。美味しいもん、いただきます。葉っぱと一緒に。うまっ。さっきシェフって言おうとして、シェフって言おうとして、カジシェフって言ってた。おいしい。あ、チキンおいしいね。なんとかなったよ、みんなありがとう。おかげで今日も無事に美味しいチキンと共に覚えられるって幸せだね。はい、こっちですね。ケチョンバー、ケチョンバーと一緒にパクチーと一緒にいただきます。私もいろいろありましたね、本当に。はい、肉アピール。カンピロ怖いから入れるのに。カンピロってなんか病原菌みたいなことよ。
輪切りにしてるから半分に切っちゃおう。よし、ちょっとね、よし、ちょっとね、ここならいけるかな。いただきますね。そんな時はグーグル先生に聞いてみますか。クリスマスローストチキン由来？日本では家畜は飼育されていましたが、実は昔からローストチキンを食べていたわけではありません。戦国時代の末期頃にフランシスコ・ザビエルが日本にやってきたと言われています。その際にキリスト教が日本で広がり、クリスマスを祝うようになりました。それを機にローストチキンを食べるといった風習が伝わったのです。いや、だからその前になぜクリスマスのチキンなのかっていう話なんですよ。そうだね、本当は七面鳥なんですね。なんで七面鳥なのかと言いますと、その起源は中世のヨーロッパの人たちがアメリカを開拓しようとした時にあるという説が有力です。もともと中世のヨーロッパではお祝いの時には豚や羊などを食べていました。そんなヨーロッパの人たちがアメリカを開拓しようと移り住んだ時代、ヨーロッパ本土にいた時のように牛や豚などの家畜を自由に飼えない状況の中で七面鳥を代わりに食べたと言われています。当時のアメリカには七面鳥がたくさんいたとされていて、豚などの家畜よりも身近であったりサイズも大きいので、一匹丸ごとローストすれば多くの人のお腹を満たすことが可能でした。それ以後、お祝いの時には七面鳥をローストしたものをごちそうとして出すのをが主流になり、クリスマスに七面鳥を食べる習慣が一般的になりました。明治時代以降、クリスマスの文化が日本にも根付いていきましたが、日本で七面鳥を入手することは難しく、一般家庭では七面鳥でお祝いすることができませんでした。そこで七面鳥の代わりに通常のチキンをローストして食べるようになり、それが一般的になったのです。なるほど。日本でクリスマスにチキンを食べる理由はケンタッキーにあった。ローストチキンを食べたりもしますが、クリスマスイコールフライドチキンと思う方も少なくはないでしょう。チキンはチキンですが、クリスマスで七面鳥を食べるというもともとの風習から離れているようにも思います。日本でフライドチキンを食べるようになったのはまた別に理由があります。クリスマス、フライドチキンという単語で連想するもの、それはケンタッキーフライドチキン。1970年にケンタッキーが日本で初めて出店して、それがアメリカっぽくておしゃれみたいな最先端になって急速に広まって、そんなある日、日本に住む外国人がクリスマスに日本には七面鳥がないのでケンタッキーフライドチキンにクリスマスを祝うと言って来店。そのことにヒントを得た営業担当者
では、クリスマスにはケンタッキーと広く世間にアピールし、一般的になったと言われています。なるほど。なるほどです。まあ、ざっくりとそんなところのようでございます。はい。よいしょ。ちょっと待って。うんうん、よいしょ、なるほどね。ケンタッキーの仕業っていうのと、もともとはヨーロッパの人たちが七面鳥をお祝いにお祝いの時に食べてて、クリスマスにも七面鳥を食べたいなって思ったから、クリスマスにも七面鳥、あれ待って、分からなかった。うんうん、あ、もともとは牛とか豚食べてお祝いしてたけど、アメリカにヨーロッパの人たちが移り住んだ時に七面鳥がいっぱいいたから、クリスマスもともとアメリカではなかったのか。アメリカではどうしてたんでしょうね。謎が深まる一方です。なんか分かってんの分かんないよって感じ。What's that you drinking? No alcohol beer, no alcohol beer. Good for health. まあね、日本人はね、ケンタッキーですよ。もうケンタッキーでいいじゃない、今日は。ケンタッキー買いに行こう、まだ間に合うよ。もしくはモスチキンを買いに行こう。帰り道すごい、たくさん着ぐるみを着たモスチキンの販売員が頑張ってた。まあ、美味しく食べられればね、何でもいいってことね。七面鳥ってでも食べたことあるのかな、みんな。モッチはない気がするんだけどな。ね、ま、ヨーロッパの人たちが、本当にクリスマスは、とかお祝い事で牛とか豚食べてたけど、牛とか豚が手に入らないんだから、アメリカでなんか七面鳥いっぱいいるから、でっかいし1個丸ごとローストすれば手軽でみんながお腹いっぱいになるから、七面鳥でええやないけ、何これめっちゃうまいやんけってなって、結構適当な理由ですね。シャンパン飲むのはいいんだけど、どうだろう、シャンベリーって今年は予約制なの。そうなの。え、でもモスチキンはめっちゃ呼び込みしてたけどね。風邪ひいた。すごいね、オーブンで焼いてた。さくらちゃん、七面鳥本当に本当。Have you seen the trailer? セーラームーン、エターナル。セーラームーンいいよね。夢と希望が詰まってるよ。七面鳥ってそんなに美味しくない、本当。野菜切ったやつがめちゃくちゃ、ちょっとね、調味料も持ってかけましょう。実はさ、もっちさ、お腹つきすぎてさ、配信の前におでん食べちゃったんだよね。おでん、今日食べれなかったからさ、忙しくて帰ってきておでんを食べてしまったため、あんまりお腹が空きないうちなんですよ。だからちょっと美味しかったんだけど、これは明日の朝ごはんにしようかなと思います。なんてこった。はい、まあまあそんなこんなで、いやー最高のクリスマスなんじゃないかなと思いますよ。うんうん、え、30リットルオーブン、ほんと？すごくない？何それ？汁気が少ないから野菜とか、なんだろう、なんとかを、あ、BGM がうるさい、失礼しました。
OK。 へー、七面鳥でもチキンの方が確かに鶏の方が美味しそうな気がするよね。だって焼き鳥が美味しいんだもんね。クリスマスおでんも美味しかったよ。うんうん、はい、そんな感じでね、ちょっとおしゃれなテープをつけながら油にまみれて、ローストチキンを作りましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、ね、これね、でももっちゃんあまり緑って似合わないんだよね。ちょっと着てみて思ったけど、前に持ってたあのツリーのワンピース、もっともこってしたやつ、なんかあれはちょっとバランスがどうしても悪くって、新たにねこれ買ってみたんだけど、なんかエプロンしてた方がしっくりくる感じ。なんかほんとね、グリーンだけだと微妙なんだよね。なんか微妙じゃない？なんかモッチじゃない感じ。緑のイメージがないからかな。一応ね、なんかキラキラしたやつとかがついているんだけど。でもこれちょっと気太りしてみるかも。ウエストのあれがないから。これはこれでね。でも一番のお気に入りは何だろう、もうじゃあれかな。やっぱりトナカイかな。先週着てたやつ。月曜日か。ピーターパンっぽい、確かに。わかる。ピーターパンかも、俺、本当だね。よし。まあ、クリスマス用だから来年また着るかもしれないけど。で、たまには違う色もいいでしょう。ね。グリーンバッグみたいなのにしちゃうともう完全に何も着てない人になっちゃうんですよね。はい。そんなこんなで、やってまいりました。1時間半ぐらいかな。はい。9時40分ですね。もう本当にクリスマスイブ。明日はクリスマスで、ガチで1週間で今年終わっちゃうから、ね、ちょっとずつお掃除とかも始めつつ、年賀状の何の用意もしておりませんが、年賀状用意してないね。やばい。大変だな。何もやってなさすぎる。かわいいクリスマスツリードレス。サンキューモッチー。ありがとうございます。で、まずはバンクリフレが持って。ね、でも、聞いたんだけど、30、31、1、2、3は、なんか働かない方が運気が上がるって本当？本当かな？だから芸能人の人とかみんなハワイに行ったりするってこと？私は行けないだろうけどね。スナマンマラン、モッチー、終わっちゃったよ、もう終わりだよ。あれ、今来た？もしかして。ねえ。だからなるべくね、1、2、3ぐらいまでは、ゆっくりできたらいいなと思うんだけど、お正月はお正月で配信したりとかね、しようかなと思ってます。目的にはね、来週はちょっとリハーサルとか来年のイベントのね、VR のイベントのリハーサルが上がってたりとか、あと、まぁちょっとね、ギリギリの打ち合わせだったりとか、あと1月の、ビジネス系の、なんて、展示会。まあ、VR だったり、なんちゃらだったり、ウォッチが実際に会場に行くかどうかはちょっと、もしかしたら行かないけど、なんか、その、素材としてウォッチがいろいろと使っていただける話になってたりとかするので、どうだろうな、一般公開は多分してると思うんだけど、なんていわゆる B2B みたいな、B2C が、あれでしょ？お客さんがこう入って、お客さんに対してもだけど、B2B だからそのね、例えば、農家さんがこの、ソースメーカーに唐辛子の材料をおろすみたいな、なんかそういう B2B っていうかね、全然違うけど、そっち向けのイベントではあるんだけどね。あとね、3月は、でっかいアニメ系のイベントの、なんか、イベントのお仕事が決まってたりとかね、ちょこちょこ来年はね、楽しいことが増えるといいなと思っております。BKB、バリ、かわいい、美人だもっち。
いや。バイク川崎バイクさんね。バイク川崎バイクさんはもう、3年前ぐらいかな、3、4年前ぐらい1回、赤坂でね、仲良くてイベントでご一緒させていただいて、めちゃくちゃなんかあの、パッと見、サングラスで、ちょっとなんか、オラオラ系なのかなと思いきや、全然あの、優しいお兄さんだったですよね。もうほんとそれっきりお会いしてないですけど、この間お誕生日みたいだったから、なんかね、そう、ツイート、リプライは送ってみた。よ、もっちゃん、はい、ありがとうございます。やだー。ねえ。新年一発目、餅つき、餅つき、餅、あの、臼と杵がない。書き初めはね、でも毎年恒例になったので、今年も書き初めしましょう。今年、来年だ。来年書き初めする餅を。そうだね。よし、あ、いい感じでチキンにタレが染みていってる雰囲気。どこでしょうか。あ、あのごめん、あのね、クリスマスカード付き、もっちグッズ明日送ります。申し訳ない。先日から追加でご注文いただいておりましたけども、うちちょっと毎晩ちょっと遅くてですね、言い訳が多くて申し訳ないんですよ。なかなかちょっと発送の手続きをしに行けなくって、もう少々お待ちください。数日中に必ずお届けします。はい、お正月になったらまた新グッズもね、ちょっと出したいなと思っていますので、よろしくお願いします。あとね、AR 付きのグッズ。AR もそろそろ更新したいなと思ってるので。はい。お正月バージョンが出るのかな、どんなかな。はい、よろしくお願いします。そんなところで、次回は、次回は今日が24の来週末はもう正月？じゃ、元旦配信しましょう。1月1日のどっかで配信をしようと思います。え、もうそんな早いね。わあ。改めてちょっともうね、師走の時の流れの速さが、いやーね、今年もね、なんかやり残したことだらけな気はしますけど、やれることだけ全部やってしまって、とりあえず、あの、風水的にね、あの、お掃除だけをきれいにして、お正月迎えたいなと思います。年内最後かな、もう一回ぐらいやれたらいいけど。はい、とりあえずね、もう元旦には配信しますので、よろしくお願いします。こっちも。で、外からはね、こんな、こま回しってやるの？あの、こまにあの糸巻いてブンってやるやつ？服洗いいいね。服洗いやろっか。服洗いと掛け止め配信をやりましょう。よし、いいみたい。サムボーイバンドソング。うん、なんじゃろ。ボーイってあの、ボーイって、なんだ、氷室さんのボーイじゃないの？氷室京介さんのボーイではなく、なんだろう。はい。というわけで、ご視聴も最後までありがとうお待ちでした。次回はね、1月1日かなと思います。その前にどっかでね、配信できたらまた嬉しいんですけども。はい。あ、そうだ。はにわまるさん、スーパーチャットありがとうございました。先週いただいた、ガリナ今日のね、美味しいチキンが買いましたよ。ありがとうございます。あと、パプリカと、グリーンリーフ。はい、買いました。風邪ひいた？また。大丈夫かな？心配。はい。じゃあ、みんなもね、ほんと風邪気をつけて。気をつけてね、本当にね、ありがとうございます。大事に、みんなもね、早く出ないと。ほんと最近寝不足だからね、みんなもあの、とにかくご飯食べて寝ることを欠かさずに。ありがとうございます。じゃあまたね。良いお年をかな。ちょっとそれも寂しいけど。はい、じゃあまた来週。ありがとう、もちー。バイバーイ。おつもちー。メリークリスマス。
さん、ムハマドさん、ムハマドさん、ありがとうございます。もっちー、 T2K さん、ありがとうございます。ネコカニコちゃん、ありがとう。もっちー、エミヒルさん、シーアゲー。 Now, wait, I hope we meet again in